半迷は先生です。月曜日からの成績ですね。非常に、5個勝ってるわけですね。今、月曜日からですね。この勝負はどうなるかな。20回ぐらい投資してるんですね。このインジケーターでね。で、こんな風に勝ち越すと、これ今シグナル通りに打ってるだけなんですよね。で、このようにね、勝ち越すと、近いオジェット機ぐらい買えますね。このインジケーターでね、シグナル通りで勝つんだったら、で、販売はしませんけどね、もう。今、とりあえず300万にしておりますけども、くださいと言っても、ちょっと今、一応は300万って書いてるけども、検討中です。メール来ても、売らないか可能性がありますのでね、ぜひ、ちょっとよろしくお願いします。というのは、このインジケーターで自家用ジェット機が買えるかもしれないぐらい、少しずつなら稼げるんじゃないかなという感じなんですね、今ね、成績が。先週も勝ち越しましたし、今週勝ち越すかですかね。いつもこんな風に勝ち越すインジケーターだったシグナル通りでね。で、15分足は稼げなかったんですよ。シグナル、まあ、シグナル通りに通したら勝てるかな、わかんないんですけども、テストしてないんですね。デモでのね、15分の、自動売買は今、外しちゃってんですよね。ライブでは禁止なんだけども、デモでね、チェックするプログラムが今、抜けちゃってるんですよ。だから15分バイナリーオプションの試験ができないんですね。今5分足用のね、デモでの自動売買はできるんですね。ライブでは禁止になってますから、必ず、手入力でしてください。私も手入力になります。アドレス選択の自動も、許可取って OK になってますけど、ハイアンドロー社はね。手入力に、つかかってくる人が多いんでね、規約違反だなんて言ってくる、ね、人がいるんで、揉め事嫌なんでね、全部手入力でしようと思ってます。で、どうだったかな？あ、勝ったですね。勝ったね。で、今、1万1000になったんですね。23日夜になりますけども、これはもう嬉しいですね。自家用ジェット機買えますね、私ね。ホンダさんなんかも売ってくれるかな。20億ぐらいでいいんでしょうかね。だいたいね、管理費とか、パイロット雇ったりするのに結構お金かかるんですよ。ね。20億円ぐらいかかっちゃうんですね。だから、このインジケーターの性能ですね。こんなに、少しずつしか稼げませんけど、1週間に5、だったら6個勝ち越しでしょ？何十回も通してね。それでいいんですよ。何十回も通してて少しずつ稼ぐというのがね。で、それもね、ゲームやってるようですけども、私仕事してるんですね。バイナリーオプションでですね、取引所の免許をもらいまして、バイナリーオプションで協力して投資する方法をね、こういうゲームみたいにして、ね、バイナリーオプションを、成績順だと投票率が高い。例えば50人 OK が1、点数が高い人が、一番高い人が、投票権は多いわけですね。それで、
投票して、バイナルオプションでこういう時とかこういう時に投資してね、OK を出すと。それで稼ぐと。団体で協力し合って稼ぐ方式のバイナルオプション形式。また FX みたいなものね、団体で、株もですね、投資できる、投資上の許可は取れないかということでね、今、こういうゲームからね、これは他の人の作ったゲームですけども、バイナルオプションで私が作れるんで、こういうふうにしてね、まあ今まあ、いろいろできるわけですね。こう、いろんな方法ができるわけですよ。で、こんなふうにしてね。で、こういうような感じでみんなで協力し合って、私だからこの、同盟っていうのがあるわけですね。で、協力し合って戦い合うんですけど、同じようにね、バイナリーオプションでもうね、同盟みたいな、協力し合って投資するという方法でね、国から許可もらって、バイナリーオプションの業者をね、私が創業してね、経営しようかなというようなことをできたらしようと思ってまして、それで自分で経営してるんで、FX 直のつながりでスプリットが狭く使えるんですよ。だから自分でもその経営してるものでも投資を使って投資してってね、それでこういうような協力して投資できる、負けづらくできるようにですね、投票率が少なくなると勝率が悪い人ね、そう、こういうゲーム系統でバイナルオプションで、投資するんですけど、は投票権が少ないのと利益も少ないというふうにね、全部その実績から評価が入るんですよ。で、自動で